DJ 雪だるま、すっごくかわいいね。ヘッドホンがおしゃれだよ。ありがとう。そこ、こだわったんだよね。ねえ、くるみちゃん、雪だるまも作ったし、次は何して遊ぶの？へっへっへー、これ見て。じゃじゃーん。遊びする道具いろいろ持ってきたから一日中遊べるよ。くるみちゃんグッジョブなの。くるみちゃんたちが雪玉を転がしてたさっきの丘、きっとソリで滑るのにぴったりなの。ミーコちゃん早速やってみよう。ちょっとあんまり走ると危ないよって聞いてない。ほんと元気だなあの二人は。丘の上まで到着。ミーコちゃん、私の後ろに乗って。了解なの。よいしょっと。マホちゃん見ててね。レディーゴー。わーい、楽しい。って、あれ？なんか体勢が。あ、危ない。わー！大丈夫？おかしいな。なんで転んじゃったんだろう。そりゃ最初からあんなに勢いつけたら転ぶよ。ソリはバランスを保つのが難しいからね。そうなんだ。結構大変なんだね。あ、そうだ。それじゃマホちゃん一緒にやってなの。え、私が一緒に？マホちゃんは鍛えてるから体幹がバッチリなの。だからきっと上手に滑れると思うの。それいいね。マホちゃんやってみてよ。どうかな。まあとりあえずやってみようか。それじゃ行くよ。マホちゃんすごいの。マホちゃんのソリスピードは出てるけどとっても安定してて、すっごくワクワクしたの。それは良かったよ。いいないいな。マホちゃん次は私と一緒に滑ってよ。言うと思った。それじゃ次はくるみね。次、順番なの。え、みんなって、子供が集まってる？いつの間に？ミーコたちが滑ってるのを見て、みんなもソリで滑りたくなったんだって。ね、みんな。マホちゃん人気者。みんなキラキラした目で見てるよ。マホやクルミたちはどこに行ったのよ。せっかく例の雪だるまが完成して、そろそろ雪合戦を始めようって言ってるのに。あ、ムニちゃん、あそこ見て。え？よっと。すごいすごい、マホちゃん飛んだ。マホちゃんこんなもんかな。みんなどうだった？もうしょうがないな。何やってんのあいつ。マニちゃんいいところに。マホちゃんすごいんだよ。子供たちみんなのリクエストに応えて何でもやってくれるの。ソリに乗ってジャンプ決めちゃうなんて運動神経抜群だね。まあそれくらいマホなら当然でしょ。で、そうじゃなくて、何ソリ遊びとかしてんの。私たち雪合戦やりに来たんでしょうが。ほら、さっ
さっさと始めるわよ。真帆ちゃん、次は私にもジャンプやらせて。